青木和彦3月25日隊は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員。内閣官房長官、自民党参議院議員会長を務めた、青木幹雄の長男。島根県氷川郡大社長出身。少年時代、実家近くの出雲大社でよく遊んだ。 島根県立大社高等学校を経て1985年3月、早稲田大学教育学部を卒業。参院中央テレビジョン放送社員を経て、1999年から内閣官房長官秘書官となる。2000年から父、三清の公設秘書を務めた。あまり帰郷しない父に代わって、頻繁に地元島根に入って支援者を回っていた。 2010年5月に病気で立候補を断念した、父の不出馬表明に伴い、同年の第22回参議院議員通常選挙で、島根県選挙区に自民党候補として擁立され、岩田工学らを破り初当選した。2014年9月、国土交通大臣政務官に就任した。参院道や浜田港の整備に尽力した。2015年7月24日、 島根県と鳥取県が合区した参議院合同選挙区による鳥取県、島根県選挙区を創設する公職選挙法改正案に反発し、参議院本会議採決前に退席し棄権した。2016年7月、第24回参議院議員通常選挙に鳥取県、島根県選挙区から出馬し、福島広彦らを破り再選。 島根と鳥取の合区について、陣営幹部は、島根では、審判、松江藩の時代から、上位かた達で今も支援組織が強いが、鳥取では一人数とに訴えることが大切で、聴収一人数人と,と握手する、鳥取スタイルは、島根ではあまり見られない、候補者本人が、不在の場面では、島根なら、国会議員や、県議らの出番となるが、鳥取では、 配偶者や子供ら身内が最前線に立つなどの場面に、遭遇し、両県の選挙文化の違いに戸惑ったと語った。2019年9月、第4次安倍第2次改造内閣において、国土交通副大臣に就任した。島根県出雲市大社長きつき来た。ありがとうございます。